はい、始まりました。アースファミリーチャンネルです。トミちゃんです。千葉くんです。よろしくお願いします。今日は千葉くん何ですか？今日は新商品ですね。はい、今日は新商品の紹介でございます。これですね、真ん中の。はい、これちょっと見にくいですけど、これは生姜のストレートのタイプと、はいはいはい、きび糖が入ったね、砂糖が入ったシロップですね。生搾り有機生姜ストレート。はい、これがなかなか美容系 YouTuber みたいな、美容系 YouTuber テカリすぎて。こっちが砂糖が入ってない生姜オンリー、水も入ってないです。え、で水も入ってない、生姜のみ。これでこっちが生姜ときび糖が入ってるやつですね。こっちはどっちかというと料理に使ってほしい。生姜のこう風味とかをねつけたいときに、うん、でこっちはもう湯割りで飲むと最高に美味しいです。でもそこら辺の生姜とは全然違うんで、もう幻の生姜ですね。高知県産の幻の生姜ですよ。まあ高知有名だもんね。そうそうそう、勇気もついてますね。ああはい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 、がっつりジャス、勇気ジャスがついてます。認証取ってますんで。認証マークもいろんな種類があるからさ、まあそれでもあのパッケージとか見てもらったら、まあちょっとね見にくいですけど、ね、パッケージかの、あ、全然見えない見えない見えない下手くそ。まあこの辺にちょっとありますのでね、うん、またそれも見て、ここら辺に、ああどこら辺か分からんけど、どこら辺はい、編集で何とかします。映、うん、してください。はい。もう、生姜の味がすごい濃い。もう、目が覚めます。お召し上がり方。ビール、焼酎、茶湯、炭酸水に注いだり。ね、あ、そうそう。炭酸水に注ぐと、ジンジャーエール。おー、すごい。味噌汁、カレーうどん、肉、魚料理の隠し味などあらゆる料理に使えますという。臭み消しとかね、生姜を使ったりね、しますけども。今日はこれの、なんとですね、試食、まあ、試飲ですけど。試飲ですね。それを用意してもらいました。はい。どれがどれですか？これが？この色が濃い方がシロップ。うん、これがシロップ。で、今から飲むのが、この白のシロップの方です。飲んでいただきます。これがあれよね、ちょっと甘みがあるよね。うん。うん、これがピリッとくるんですよ、生姜の。おお、でも美味しい、うん、美味しい美味しい。きび糖も勇気ですから。全然飲みやすい。うん、ああ、いいね。めっちゃ温まるもんね。昔からあの生姜ってまあ冷えにはいいですよって言われたけど、うん、ここ数年かな、なんかすっごく生姜が、あの、メディアにすっごい取り上げられて、うんうん、うちの商品も、だから10年前とかって生姜の商品あったんだけど、ここ数年だな、すごく生姜の商品が増えたの。うん、あ、でもこれは、いいな、飲みやすい。そう、今の時期ね、この、うん、めっちゃ寒い、ボッケー寒い。ボッケー寒い時期に。ボッケー寒い時期に。ボケ寒い時期にちょうどええいうやつですね。はい、ボケ寒い時期におすすめでございます。うんうん、はい、女性とかにはいいよね。うん、うん、そうね、冷え性がね。うん、そう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 、うん、冷え性改善にもなります。いや、美味しいですね。美味しい、うん、これうまい。次はこれですか？そうね、これね、ストレート、うん、はい、これはマジでピリッときます。え、かなり。さっきのこのシロップにもうちょい絡み欲しいと、ああ、なるほど。ブレンドしてもいいっていうね。これもだってお湯割りだってよかったもんね。うん。で、これは今日ちょっとストレートで。ストレートでそのまんま。いただきまーす。これが効くんですよ。これが、これがこっち。これすごいやろ。すごい。めっちゃすごいやろ。これにちょっと入れちゃうと、めちゃくちゃ辛い。軽いやろ。これがね、これにちょっと甘みがもうちょい抑えたいのに人はこれちょっと入れてもらってもね。いや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 、これ来るわ。目が覚める。めっちゃめっちゃ辛いの。やば。
やばいよね。すごい、バカにしてた。うん、そやろ、これめっちゃすごいんよ。これもなんか、これがオンリーだけですかね、この生姜オンリーですか。いや、映像見てる人からしたらさ、わからないよ、ね、なんかちょっとやらせに見えるかもしれない。無理だろ。やらせのレベルじゃない。え、これ飲んだ。いや、すごいね、これ。これはすごいんよ。いや、びっくり、めっちゃされてるわ。これほんとすごいわ。なんこれ、そんじょそこらの生姜じゃないっていうね。いや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 、もうマジでほんま、口に含んでちょっと飲んだ瞬間もうクラーってくるよね。辛口のジンジャーエールとか気にならないぐらい。そんなもんじゃないよ、だから料理にどっちかというと。時期外れですけど、実家がね、夏場ってそうめんとか流行るじゃん。家庭によって違うけど、そうめんとかのそのつゆにわさびを入れたりとか、この間の動画で紹介した柚子胡椒であったりとか、うちは結構生姜を入れるんですよ。これちょっといいかもな。でもただ、入れる量間違うと、ずずぼはってこうなりかねないけど、いやでもこれすごいわ。いや、ほんとちょっとでいいと。これちょっとす、余韻がすごいわ。ずっとこの辺ピリピリする。いや、もうこれはほんとにすごい。でも一気に冷めた。一気に。朝とかもう最高に目が覚めると思う。すごっ。ちょっと待って。そっちにもだっけ、ちょっと混ぜた。うん。あ、もうなんかもう全然、もう、これの後に、これだともう全然優しい。これは素晴らしいのが新しくね入りましたんで、ホームページとかで、通販とかそっちのコーナーにも、うん、のっけ掲載をねしていきますので、ぜひぜひまた見ていただけたらなと思います。もう一個紹介したい商品があるということで、ね、柴くん、なぜどれですか。この定番のね、うちではもうこちらも伊徳さんですよ。はい、さんの生姜湯です。これもうパウダーにねなってるんで、もうコップに入れて湯注ぐだけっていう、これを中開けるとこういうね小細が、はい、粉末状のね、はい、やつでございます。これは結構前から取り扱いしてるかな、伊徳生姜さんは。飲みやすい。あー、確かにね。そう、うん、これ種類もねあってね。そうそうそう、これがスタンダードだったね。そうそうそう、この黄色が蒸し生姜。はい、蒸し生姜です。はい、この緑が何ですか。はい、ロッカーですね。ロッカー、シナモンもちょっと入ってますね。漢方入りです。そうですね。この赤が美味しいんです。はい、こちらは唐辛子入りでございます。はい、ピリッとくるやつ。すごい、冷え性をお持ちの方とかは、体の中をすごく温めるとか、漢方系とか、こういうのとかでもね。まあ、やっぱりちょっと持病をお持ちの方とかは、こういうものは大変、おすすめでございます。でも、スタンダードがこれです。そう、これが蒸してるんでね。はい。そう。蒸し生姜。生じゃなくて、蒸しをやってるんで、生姜ウォールっていうね、温める成分の33倍ってやつですね。視聴者の方とかは多分、なんでいちいち蒸してんのとかってこう言われるんですけど、勉強会っていうのがあって、で、それをした時に、ああ、そうなんだってなったんですけど、生姜とかも、食材とかって、例えば生の状態の栄養って、すごく高いものもあれば、乾燥させたり、ちょっと一手間工程入れると、うんうん、その成分の量がギュンと増えたりとか、新しい成分が生まれたりとかっていうのがあって、生姜に関しては、蒸せば蒸すほど、乾燥の生姜に比べて、さっき芝くんが言った生姜オールって言って、体を温めてくれる成分が、ものすごい量、生に比べ、まあ、乾燥とかに比べたら、すっごく、量が増えるっていうことで、こういう風に加工したのがこの蒸し生姜でございます。で、今日は、こちらのこの蒸し生姜の蒸し生姜黄色の方ね、はい、これね、このシーンでございます。お願いします。いただきまーす。うん、飲みやすい。飲みやすい。これ怒られるかもしれないけど、さっきのやつがパンチが強すぎてさ、飲む順番逆だったかもしれない。めちゃくちゃ優しいわ。すっごく優しい、ね。飲みやすい。めちゃくちゃ飲みやすい。そう、冷え性の人がものすごく増えたんだね。だって10年前とか、生姜はあんまりそこまでフォーカスされてなかったもん、世の中。
でもかといってじゃあ生姜をたくさん取ったらいいんですかっていうことでもないんですけど適量がありますか。そう適量が何でもそうですけど、あの過ぎたら毒です。そうですね、うん、僕の一番好きなのはこれですね。あーそれね、なんならこれにさらにカッコン糖を入れて飲んじゃうっていう追い漢方してめちゃめちゃ健康志向、めちゃめちゃ体が温まる、もう血の巡りが最高に良くなる。ちょっと刺激欲しい人はこれね、うん、あの破天荒タイプはこっちで、うん、破天荒タイプあでも営業してた時だったらそうだな。でも結構これも人気だったかな、うん、これはあんまり、まあ、シナモンって書いてるけど、全然そんなシナモンの感じがしないんですよね。それがまたいい。しないしない。僕、実はシナモン嫌いなんですよ。あ、そうシナモン嫌いじゃけど、飲めるっていう。こういうね、新商品で、こういったシロップのタイプもあれば、ね、こういう風に、はい、粉末の、タイプもございますので、ぜひ、アースファミリーのね、ホームページ、そして、通販サイトのところに、こちらも掲載をね、していきたいなと思いますので、ぜひぜひまた、こちらの動画を見て、気になっていただけましたら、概要欄の方に、アースファミリーのホームページ、載けております。そして、インスタグラムとかも、こちらの柴くんがね、定期的に投稿してますので、インスタグラムの、URL も貼っておりますので、ぜひぜひ、気になる方は、見ていただけたらなと思います。今回は、新商品の商品をね、紹介というコーナーでございました。はい、こちらの動画、またね、気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。